もしもし川上さん、まあ、親に呼び出されて日本に帰ることになって、この町の人って途中で諦めたってしてる。本当にデリカシーないと思う。暑い日には冷たいもんだよ。お顔怖すぎだろ。やばいとか言って目標金額にたまるまではこんにちは。おーす、ほら、久しぶり。あ、待って、久しぶり。でも間が経ってみんないる。元気、店長じゃん。そう、話しない。ピーコちゃんも働いてるのか。ええ、しばらく来てなかったんだ。お母さんも久しぶり、川上さんも久しぶり、ピンコちゃんも久しぶり。お久しぶりですわ。もう帰り支度してるじゃねえか。いや、ピンコがね。あ、私です。あの、私はもうだってもう30分働いたからもういいかなと。え、何今の写真撮影の間。え、あれ働いたに入んないんじゃですの。まあまあ別にいいけど、まあそれでいいなら、じゃあもうちょっと言おうかな。もう完全にあれじゃん。飲み会に誘ったら、飲み会給料出るんだったら行きますみたいなこと言いたい。写真撮影。それって残業代出るんですかみたいな。そういう感じ、ね。店長がちょっとだけ待ってたっす。確かに。ちょっとだけ待ってた。あ、マジ？ちょっとじゃあ。まあ電話すれば。もしもし川上さん。なんかちょっと待ってたみたいな話聞いたから。あ、そう、あの、なんだっけ。あ、そう、しばらく、ちょっといろいろ、親に呼び出されて日本に帰ることになって。親に呼び出されて。そう、ちょっと、まあ、親に呼び出されて。親アナログだから手紙で来たんですけど。手紙？ちょっと、手紙で帰ってこいって。ああ。それだけだからちょっと心配なんで帰るんですけど。まあ、でも手紙なら帰らなくてもいいんじゃないですか。いや、でも手紙だからこそ帰るんですよ。そう。あ、電話だったら逆に帰んないけど。電話だったら帰んない。てか電話使えないんですよ。だから電話も教えなきゃいけないし、スマホも教えなきゃいけないし、あの、アナログかデジタルに戻して、親を。おうおうおう。で、あと、あの、親孝行もちょっとしてこなきゃいけないから。すげえいろいろあるな。あの、だから、しばらく帰るから、カレー屋さん。はい。もうちょっとどうなるかわかんないんですけど。どうなるかわかんない。いっぱいお世話になったので。あ、いや、もうこちらこそ。うん、それはもうめっちゃお世話になったんで。はい。また戻る。思うので。ああ、そうなんだ。夏前に戻れたらいいなって思ってるぐらいなんですけど。だから川上さん、町にいてね。まあもういないかもしれないんですけど。やだ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 。まあいなかったらいなかったで。やだやだ、まあ、あの、うまあ確かにその時はその時なんですけど、はい、土曜日も最後にあのカレー屋さん開くので、もし起きてたら。土曜日、土曜日はこれね、土曜日起きないか、いない可能性が非常に高いか。明日はいます。うん、あ、おと、じゃあ、あの、はい、ちょっと私、タイムの渡します。あ、オッケーです。もし、タイミング合えばで、でも。じゃあ明日で。うっす。ありがとうございます。おはようございます。バイバイ。はい。カレー屋行ってこようかな。あ、カレー行く？行くか。はい、行きます？うん。いや、俺もなんか今ちょうどその話してたから。実はあのカレー屋、はい、俺が一番最初にバイトで入ったカレー屋なんすよ。あ、なんか、うん、バイトしてた話は聞きましたけど。うん、牛の服着てたんですか？牛の服着てましたよ。見ますよ。まだありますよ。見たいな。普通に半ば強制的に。思い出の牛。思い出の牛。あれ食べる？あ、お、ありがとうございます。見てほら。食べる？これ俺の牛。うん。見てこれ俺の牛。え、そう知ってる人じゃん。あの、川上さん働いてたんだよ。え、でもココナちゃん言ってなかった前。あ、言ってたかもしれない。でもあの、作ったよ、トトちゃんに。作った？お顔、お顔。あの、お顔の事件の話、トトちゃんにこの間作った。そう。本当にデリカシーないと思う。俺、なんて言ったっけ？忘れちゃった。なんて言ったっけ？あの、なんか、この町の人って途中で諦めたって言ってるのに、なんか、あなたは違いますよねって言って、ココナがその場にいて、ココナ、イコール、ココナが。って言って、あーって言ったらいなくなったの覚えてました。あんま覚えてないな。最悪、逃げたの。違う、思い出した。俺別に何にも一言も言ってないのに、なんかいきなりブスって言ったって叫び始めたんですよ、店長は。いや、でもだってブスって言ってるね、わかる人たちは。だってさ、あの、なんか一言も言ってねえのに、俺。その、私の友達がめっちゃ可愛くて、その、いや、可愛いですねって言って、で、あの、この町の人って途中で諦めたって言って、心については何も言及してない。ってことはだよ、イコールわかるでしょ、ちょっとじゃあ。被害妄想ですよ、被害妄想。うん、そう、被害妄想じゃないよ。立ち悪い。立ち悪い。あ、じゃあ最後に俺ちょっと、スペシャル10個ください。スペシャル10個？スペシャルなんかあるの？スペシャル10個買ったら読み聞かせしてもらいます。何それ？あ、そうか、トトちゃん読み聞かせずっと
何の読み聞かせにします？そうですね、いやめちゃくちゃ悩むな。あ、わかりました。はい、焦げ付き剣くんが最近ヒーロー活動してるらしいんですよ。そうなんだ。はい、はい、街の人を助けてるらしいです。焦げ付き剣くんが、はい、で登場人物は主人公は焦げ付き剣で、うん、ヒーロー活動しています。主人公は焦げ付き剣、うん、はい、彼はヒーロー活動している、うん、別名今から作るの？そう、別名コゲントス、別名コゲントス、コゲントス、はい、コゲントス。で、うん、この町の困ってる人たちを助けようとするんですが、この町の、うん、あ、ちょっととあることからギャングと争いになって、でこの町の困ってる人を助けるヒーロー活動してるんですけど、うん、この町のギャングと対立することになり、でそのギャングに沈められてしまう話。そのギャング、うん、N バッドエンドですか？ N さん、 N さんっていうギャング、N さんっていうギャング。はい、N さんっていうギャング。主人公は焦げ付き剣。決め台詞があります。決め台詞は、はい。暑い日には冷たいもんだよ。暑い日には冷たいもんだよ。はい。バッドエンドですか？はい。はい。あ、トドさんこっちですよ、座るの。あ、はい。はい。まだ聞いたことないですか？もう何もわかんないです。ここの本棚には無限の書物がありまして、今の設定のお話を作り出すのではなくて、もうこの本棚にはすでにあるんです。はい、そうなんです。なるほど。今ちょっと探しますね。その話をただ読み聞かせてくれるだけです。はい、店長が。本もうすでに。もうすでにあるのを、なんかカチャカチャうるさかったと思うんですけど、あれは検索してるんです。ちょっと本の数が多すぎて。そこで探さないと見つけられないんです。そうです。棚が何列目で、こう何段目のっていうのが、ちょっとわからないので、さすがにありすぎて。読みますね、じゃあ。お願いします。はい。じゃあちょっと見つけたんで、読ませていただきます。はい。タイトル、闇に光を求めて。街は、常に暗い影に覆われていた。しかし、その闇を照らす光があった。焦げ付き剣、通称コゲントスと呼ばれる彼は、その光そのものだった。彼は決して自分の安全や利益のために行動するのではなく、この町、ロスサントスに暮らす人々のために立ち上がった。彼の心情は、困っている人々に手を差し伸べ、暗闇の中に光を差し込むことだった。抽象的すぎる。この街には暗い影だけではなく悪意ある存在も潜んでいた。その名は N さん。彼はロスサントスの街を牛耳るギャングの狩猟であり、コゲントスの活動、狩猟であり、コゲントスの活動に対して敵意をむき出しにしていた。長い間、コゲントスと N さん率いるギャングとの間には対立が続いていた。町の人々はコゲントスを頼りにし、彼の活動が彼らの希望の光となっていた。しかし、運命の日がやってきた。コゲントスは N さんの策略によって執拗に追い詰められ、ついには沈められてしまったのです。彼の勇気と希望はその闇に吸い込まれてしまったかのようだった。彼の最後の言葉が街に響きます。暑い日には冷たいもんだよ。意味わかんない。その言葉が残された。人々は彼の喪失を嘆き、彼の光を求めて絶えず暮らし続けるだろう。しかし、闇の中にはいつも彼の輝きが残る。彼の記憶はこの街の心に永遠に刻まれるだろう。そしていつか再び彼の光が街を照らす日が来ることを信じて。以上です。ありがとうございます。っていう物語をね、見つけたりもできます。すごい、いい話だったね。いい話でした。なんか、バッドエンド。なんか最後エモかったな。なんか、バッドエンドって感じが正直しなかった。しなかった。なんかいい話だった。またコゲントさん戻ってきます。よかった。さあ、土曜日ももし起きれたら。うん。うっす。明日も、また、ありがとう。うん、こちらこそありがとう。寂しいとは思うけど。寂しいけど、ね。寂しいとは思うけど。うん、寂しいとは思うけど。あ、俺らの感情の方で。寂しいとは思うけど、またね。寂しいけどじゃないんだ。おいす、お、こんにちは。あ、もう行くのか。浅林さん。おいす、おいす。なんか最近ヒーロー活動してるって聞いたんですけど。ヒーロー活動
やってですか。もしかしたらカレー屋の中にいるかもしれない。ちょっと呼んできます。カレー屋の中にいる。ああ。いるかもしれない。ああ、オッケーです、オッケーです。はい。なんかヒーロー、いるんだ、うん。カレー屋の中にヒーローが、もしかしたら隠れてた。怖いわ。カレー屋、乗っ取られた。大丈夫。ヒロアカ知らないですか、二人とも。あ、ヒロアカ。だ俺も全然知りはしないんだけど。わかんないかも。顔怖すぎだろ。え、誰ですか。顔怖すぎた。あなたはデクバヤシです。デクバヤシさんいたんだ。こんにちは、こんにちは。顔がもうとてもヒーローのそれじゃない顔してる。この前街で100個いいことするまで帰れまってんとか言ってました。えー、すごい。すごい。一番コゲントスってやつと、コゲントスイチャコっていうやつがいる。できた。そしたらなんか途中でオールオフォーワンっていうのが来て。オールオフォーワンなんか聞いたことある。誰だそれ。オールオフォーワン聞いたことある。会ったことあるかも。最終的になんかコゲントスが、うん、ラーメンがなくて困ってるってことで、うん、ラーメン100個寝て、じゃあ100個解決かっつって終わりました。なわ、何もいいことしてねえじゃん。カレー